はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女副賞解説再録サルトビサスケやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、前回のアップデートでですね、再販枠でやってまいりましたサルトビサスケ、早速再評価していきましょう。前回が2月の真ん中ぐらいだったかなと思いますんで、前回がっていうか初版ですね、初版が2月ぐらいだったと思うので、まあ、そこからまあ約半年ぶり、まあ、ちょうどいい感じの再販期間ですね、で半年でやってきたということで、まあさすがにね、さらに上の MR というね、レアリティも出ているというところで、早速再評価やっていきましょう。まず、サルトビサスケは、武将で和の陣営となっております。そして、専属武器ですね。サルトビサスケ専属ステータス、新鋭セットだけ見ていきましょう。筋力値がレベル ×240、攻撃力が 18%、物理会心ダメージが 35% となっております。パッシブ出しておきましょう。そしてパッシブスキル、攻撃力が 44%、 防御貫通が 900、 最大 HP が 44%、 HP 吸収が 14%、 物理防御貫通がレベル ×10、 体力値がレベル ×200 となっておりますということで、まあ、パッと見ると防御関係が少ないかなというところですよね。体力値、まあ、あとは筋力値で多少なりとも物理防御が上がりますよぐらいなんですよね。なので、まあ、忍者なんで、まあ、防御面は、まあ、そういう、まあ、忍者という特有なところから、防御面は薄くなっているとは思うんですが、まあ、攻撃面がね、物理会心ダメージ、防御貫通、で、物理防御貫通と、で、HP 吸収ですよね。なので、まあ、攻撃寄りには作られてあるのかなと思います。ちょっと防御がないのがね、気になりますよね。まあ、復活とかもない上に、防御、パッシブもないとなると、まあ、ちょっと辛いのかなと、うん。体力値の数値もね、むちゃくちゃ高いわけでもなく、まあ普通ぐらいの数値なので、やっぱちょっと防御面が気になるかなっていうパッシブですね。そしてアクティブスキル。残り HP パーセンテージが最も低い敵4名に 640% から 1280% の物理ダメージを与える。敵の残り HP パーセンテージが低いほどダメージが高くなる。毎回攻撃前、敵が有益状態の場合、100% の確率で有益状態を1つ解除。敵が有益状態でない場合、必ず会心攻撃が発生。任意の敵を撃破した場合、すべての攻撃後、2ターンの間自身が狂乱状態になる。ということで、まあ、最初見た時はやっぱり、お、狂乱じゃんっていうところにみんな なったとは思うんですね、初版の時にね。ただ、まあこれが撃破条件なんですよね。撃破条件なんで、まあ、ちょっと、狂乱としてはかなり条件が難しいものとなっている上に、まあ、敵を撃破したとしても、すべての攻撃後に狂乱に入っちゃうんですよ。その撃破を取った時点で入るんではなくて、撃破が取れたとしても、すべての攻撃が終わった後に狂乱に入るというところで、完全にスキル1では狂乱の恩恵が得られないと。いうところが、まあ、弱点かなと。弱点っていうか、まあまあまあ致命的なものとなってますね。うん。まあそもそも撃破条件が難しくて、なかなかね、狂乱持ってても撃破条件の子って今まで、まあ、全然ぶっ壊れに位置したことがないんですけど、もう前例がなくて、まあそれだけでも辛いのに、まあ全ての攻撃後っていうさらに条件がついてて、まあ条件っていうかまあ指定がついてて、余計狂乱としてね、戦えるところが少なくなっているんで、かなり辛いんじゃないかなと思います。なので、まあ、サルトビサスケに関しては、まあ、狂乱はないものと思っておいた方がいいぐらいですね。うん、本当に運よく撃破が取れて、狂乱入れて、スキル2まで頑張って生きられて、まあ、やっと狂乱として意味が出てくるんで、ね、パッシブ見ても防御面は薄かったですし、そう考えると、やっぱ狂乱はないものと考えておいた方がいいかもしれません。狂乱ありきで作戦立てるとこれ失敗の確率が非常に高いかなと思いますね。で上から順番に見ていきましょう。で HP サーチで HP パーセンテージが最も低い敵4名に 640% から 1280% の物理ダメージですね。でこのパーセンテージの間はどうやって決まるかというと、敵の残り HP が低いほどですね、残り HP パーセンテージが低いほどダメージ高くなりますよということで、まあこちらでは調節が効きにくいものとなっておりますと。で、毎回攻撃前ですね、敵が有益状態の場合は 100% の確率でバフ解除、一つ解除ですることができます。まあこれは大きいかなと思いますね。まあサルトビサスケといえば、まあこれになるんじゃないかな、今のところ。バフを解除できるキャラクターとして、まあ、一番いいのかなと
で、相手がバフを持っていなかった場合は必ず会心攻撃が発生しますよと。まあ、今一番火力が伸びるのが会心攻撃なので、まあ、これは大きいですね。うん、で、撃破した時ですね、任意の敵を撃破した時、すべての攻撃後2ターンの間自身が狂乱状態に入ると。まあ、狂乱は、うん、これはもうないものと考えておきましょう。そしてスキル2番目。敵6名に 600% の物理ダメージを与える。攻撃した後、残り HP パーセンテージが最も低い敵1名に追加で3回攻撃し、毎回 640% の物理ダメージを与える。攻撃するとき、サルトビサスケが敵を撃破するために、自身の HP 上限の 25% に相当する HP を回復する。このスキルは自身が狂乱状態である場合、必ず命中し、会心攻撃になるということですね。まあ、狂乱に入っていれば必ず命中、会心攻撃が取れるというところで、まあいいんですけど、まあ、スキル1で入ることがまず難しいですね。まあ、対人コンテンツで、まあ、運よく取れたら、狂乱入れるかなっていうところなんですが、対人コンテンツだと今度スキル2まで生きられない可能性が、まあ、非常に高いので、結局は意味がなくなってしまう可能性が非常に高いですね。そして上から見ていくと、敵6名に 600% の物理ダメージを与えると、範囲攻撃ですね。600% ですね、1回の攻撃が。で、攻撃した後、残り HP パーセンテージが最も低い敵1名に追加で3回攻撃しますと、まあ、HP サーチで HP が最も低い敵1名に追加で3回攻撃。なので、まあ、計、その敵だけ4回攻撃になるということですね。で、毎回 640% の物理ダメージを与えると。で、攻撃するとき、サルトビサスケが敵を撃破するたびに、自身の HP 上限の 25% に相当する HP を回復する。まあ、HP 回復がありますよと。で、条件としては撃破になるんですけど、まあ、スキル1の狂乱と同じで、撃破ってな、一番今難しいんじゃないかなぐらいの、条件なのでちょっと辛いかなっていうところですね。まあ、もちろん狂乱に入れて確定クリティカルになった上で撃破を狙うのであれば、まあ、もちろんそれは狙いやすいっていう形にはなるんですが、まあ、いかんせん狂乱に入りづらい上にスキル2まで生きてられないっていう感じになると、まあ、この HP 回復も厳しいところですね。で、このスキルは自分が狂乱状態である場合必ず命中し会心攻撃になるということですね。なので、まあ、ちょっとスキルが噛み合わないかなっていうところが目立つかなという感じですね。なので、まあ、使うとすればやっぱりバフ解除、まあ、ここメインで使っていくことになるんじゃないかなと思います。ということで、僕の評価やっていきましょう。タイプはサポートアタッカーですね。うん、まあ、サルトビサスケはもう一番最初の初版の時から僕はサポートアタッカーに位置づけてはいたんですけど、やっぱ初版の時からどうしても狂乱に入るのが厳しく見えてしまったので、アタッカーとしては僕の中では微妙でしたね。なので、タイプはサポートアタッカー。主にバフ消しをするサポートアタッカーですね。うん、サポートといってもまあいろいろあるんで、まあ基本的にはね、デバフ、付け回したりとか、バフをみんなにかけて回ったりだとかっていうのがまあサポートのイメージなんですけど、まあサルトビサスケの場合は、バフ消しですね。まあ8期に近いのかなっていう感じになりますね。まだ8期よりは、まあ、範囲攻撃の火力は高いですし、ただバフ消しの範囲が8機よりも狭いかなっていうところで、まあ、一長一短ですよね。で、戦場戦役、まあ、戦場戦役に関しては、まあ、やっぱりこの火力がね、まあ、そこそこではするんですよね。うん、まあ、一番最初の攻撃で 640% の方にはなるんですけど、敵の HP が低いほどダメージが高くなっていくので、まあ、最初の一発は、まあ、640% に限りなく近いところにはなるでしょうと。で、相手はバフ持ってないので、NPC は。なので、必ず会心攻撃が出ますよと。で、会心攻撃も物理会心ダメージアップがついているのでパッシブで、まあ、指輪込み込み、扇込み込みで 250% ぐらいは軽くいくんじゃないかなというところにはなるんですが、うん。で、クリティカルアップは 100% アップで、2倍となりますので、250% まで上がるとすれば、まあ、3.5 倍ですね。ちょっと計算しやすいように3倍ぐらいで計算していきますが、まあ、それでも 640% の3倍だとしても約 2000% ぐらい。まあ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 、出てはいますね。火力としてはね。ただね、パッシブに命中パッシブがないので、ちょっと安定感に欠けるかなと。まあ、僕は戦場戦役いつも安定感大事ですよと言っているんで、うん、やっぱりね、ミスが、出るっていう可能性が出てくると、まあ、そこでね、72秒を超えてしまうっていう可能性も、まあ、もちろん出てきてしまうので、やっぱり安定感が非常に大事です。まあ、その安定感のための狂乱だったんですけど、この狂乱もね、撃破条件というところで、なかなかスキル1で取るのは難しいです。うん、戦場聖域のスキル1で撃破取るのって、まあ、非常に難しいので、
ここの狂乱は役に立たないかなというところですね。で、スキルにも、まあ、600% の範囲攻撃に HP パーセンテージが最も低い敵1名だけに追加に3回攻撃が足されていくんで、まあ、ちょっとダメージ源としては弱いかなと。で、狂乱に入っていれば必ず命中して会心攻撃にはなるんですが、まあ、これスキル1で狂乱になかなか入れないので、スキルにも辛いかなっていうところですね。なので戦場戦域は C になっております。まあ、スキル1の火力はまあまあ出てるんですけどね、まあ、命中パッシブがないっていうのと、狂乱に入れないっていうところで、まあ、なかなか厳しいかなというところですね。で、ボスに関しても、まあまあ、ほぼほぼ一緒なんですけど、まあ一応スキル2がね、連撃になってる分、戦場戦域よりは評価がちょっとだけ上がっているかなっていうプラス部分ですね。うん、そんな感じがします。まあスキル1は、まあ 2000% ぐらい。まあ、一応 250% なんでね、3.5 倍って計算すればもうちょい出てはいるんですが、まあ一応計算しやすいように 2000% ぐらい。で、スキル2も 600% の追加の 600% が3回攻撃で、まあ、4回攻撃にはなっているんで、2400% ですね。まあ、合わせて 4400% ぐらい。まあ、もうちょっと出てるかなぐらいですけど、まあ、それだと、そんなに高い倍率ではないんですよね。平均値よりもまだ低いかなぐらいなんで、まあ、ちょっと火力面にしても、やっぱ狂乱取れてれば全然違いましたけど、狂乱が取れない以上、ちょっときついのかなというところですね。そして、対人。対人に関しましては、やっぱり有益状態の解除を持っているんで、まあ、しかも攻撃前解除なので、ほぼまあ、確定なんですよね。攻撃が当たるか当たらないか関係なく、毎回攻撃前に有益状態の解除が入ってくるんで、まあ、これは大きいかなと思いますね。なので、まあ、使うとすればやっぱりこのバフ解除メイン、プラス、まあ、8機よりも範囲攻撃の火力は高くなるので、まあ、そこかなと、火力も維持しつつ、バフ解除も狙っていきたいっていう感じですかね。ただ、バフ解除すると、クリティカルが発生 しないので、まあ、自力発生はもちろんあるんですけど、必ず会心攻撃の発生っていうのは発生しなくなってしまうので、まあ、バフをね、解除すればそんなに火力は出ませんよと。で、バフ持ってなければ必ず会心攻撃になるんで、まあ、それなりの火力は出ますよといった形ですね。で、運よく撃破が取れれば、まあ、対人コンテンツだと可能性はありますからね。運よく撃破が取れたら狂乱状態入れますよと。で、狂乱状態入れたらスキル2が強くなりますよといった形にはなるので、まあ、この流れが理想なんですけど、まあ、闘技場のね、上に行けば行くほどこの可能性は減っていくかなっていうところですね。下に行けば行くほど可能性は非常に高くなってきます。なのでまあ、これもランク帯によってですよね、サルトビサスケが生きるか死ぬかっていうところになってくるかなっていう感じですね。で、お城の攻めも、まあ、これは、デバフがかかっていればいいでしょうし、かかってなければかなり厳しいだろうしといったところですね。デバフがかかっていればこれ狂乱取れると思うんですよね。ただ、すべての攻撃後につくんで、結局はスキル2ですよね。相手のカウンターを全部耐えた上でこのスキル2を打つときに役に立つっていう感じになるので、お城でもちょっと狂乱は不向きなのかな。サルトビサスケの狂乱に関しては。なので、まあ、お城の攻めもそんな高いクオリティで殴れるわけではないかなっていう感じですね。で、防衛に関しては、まあ、もう厳しいでしょうというところで、B 評価になっております。やっぱ使うとすれば、やっぱこの有益解除目当てかなっていうところですね。バフ解除目当てで使っていくことが多くなってくるかなというところになります。そして短期特化。まあ、短期特化は武将であるかどうか、武将ですね。戦場戦役に適性あるかどうか、適性はないです。ボス適性あるかどうか、まあまあ、戦場戦役よりはあるけれども、ない方、適性としてはない方かなというところですね。で、コスパ面は普通の UR 戦と同じだけ原本かかりますんで、となるのであれば、まあ、短期特化をおすすめできませんねという感じになります。まあ、それならばもっと他の、戦場戦役ボスに対 NPC のコンテンツに非常に高い適性を持つ方を、持つキャラを取るか、まあ対人ですよね。まあそっちを捨てて対人にすごく適性があるキャラを取るかっていうところの方が、最初は進みやすいんじゃないかなと。思いますんで、まあ、いきなりサルトビサスケをね、短期特化で、まあ、サルトビサスケの絵が好みで、まあ、僕はこのサルトビサスケに惚れましたというキャラクター、僕私は惚れましたという人がいれば、あ、全然それは構わないんですけど、まあ、一応僕もね、こういう考察をやっている立場からすると、性能面で物事を言わないといけないので、そう考えると、まあ、ちょっと
短期とかには向かないかなという感じがします。まあそもそもね、まあ、僕がサポートアタッカーとタイプを位置づけた時点で、まあ、短期とかには向かないなという感じですね。やっぱりアタッカーを最初に投与してほしいなというところがありますんで、まあこれは致し方ないかなというところになります。はい、ということで、今回サルトビサスケはこういう評価になりました。チャンネルの登録、ツイッターのフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつデフ。